水口岡山城は、滋賀県大見八幡島基町に築かれた日本の城。小山城、岡山城、九里城とも呼ばれる。南北朝時代、大見南部を治める佐々木氏が、琵琶湖の水上警備のために築城した。東山、岡山と呼ばれる山に連なるように移行が確認されているが、追記当時の規模ははっきりとしない。永昇五年、室町幕府の十一代征夷大将軍。 足利義澄が、城主、九ノ信孝を頼って、都を治をし、水茎岡山城に入った頃から、城の本格的な築城が行われた。永正7年、幕府軍3000に城を包囲されるも信孝はこれを、退けている。永正8年、東城で、後の十二大将軍、足利義春が誕生した。また、同年に、足利義澄は、 気楽を果たせぬまま当たり城で病没した。英章十一年、信孝が六角高頼に暴殺される。英章十七年、信孝の小清椿が六角高寄、貞頼不死及び細川高国の連合軍に敗れ、城が落城した。なお、当時の公家の日記によれば、当時の六角師当主であった六角貞頼は、大見区の理城を攻めるために、 細川高国に要請して五担歩の大船を、兵津から、琵琶湖に開港させているが、銀車を用いて、京都市中を引っ張って、大見国内まで陸送を行い、京都の人々を驚かせたと記している。大英五年、久野里氏の残党が城に立てこもるも破れ、久野里氏は滅亡した。この頃に廃城になったと考えられている。追記当時は、一が湖水面であったため、 浮上とも称されていた。しかし、第二次世界大戦後の干拓事業により一帯は埋め立てられ、水田地帯となり山も掘削され、湖岸道路となっていることから、周辺環境は様変わりしてしまっている。移行の県境は竹林となっており、絶景を謳われた王子の景観は見る影もない。村井祐樹、六角定より部門の東領、天下を平定す。 P78 から79ありがとうございます。